ひよこを探せ。さあ、見つけたかな。どいつもこいつも見つけられないので登場します。冷蔵庫の左側にいました。さて、今日は何をやっていくかというと、まあ、大方は毎回バレてると思うんですけれども、自炊をしていきたいと思います。私結構自炊する方なんですけれども、先日こんなに可愛くて食べちゃってぐしゃぐしゃにしたくなるぐらいのキュートな DM が届きました。こちらです、ご覧ください。ひよこさんへ、中3の兄弟子、ひよこさんの影響で、まず妹の自炊ルームは、あとひよこさんの家事の動画を見、家事をするようになりました。これでもひよこさんがお菓子もしよろしければ、また家事の動画とか自炊の動画とかするらしいですし、もう自なくても平日平気ですし、どうだろう、はい、こんなに可愛いメッセージをいただきました。ありがとうございます。なんか、私の仕事って、まあ、YouTube なんですけど、まあ、知っとるよね。さすがに、まあ、私 YouTuber を本業にさせていただいているんですけど、こんなんで。なんて言うんだろう、皆さんのコメントとか DM とかそういうのでしか自分の仕事ってあんまり実感できないんですよ。私、あ、そんなに多くの方に見ていただいてるんだね。正直言って視聴回数とか登録者数とかであんまり実感できないんですよ。いろんな方に見ていただいてるって。だけどそのコメントとかその DM とかで実感できるんですよ。あ、私ってファンの方がいるんだみたいな。ちょっとごめんなさい、青汁飲みます。間違えた。これで、なんかひよこのなんか自炊とかなんかちょっと家事とかになんかもういい影響を受けてくださってる可愛いキッズルがいて、よしよく頑張るなね、よしよしよし、可愛いねっていう感じなんですけれども、なので今日は自炊をして、ごめんマジで前置きが長い。でも気に入っとけ、まあ、ほっとって前置きも愛してください。なんか韓国アイドルみたいなこと言ってしまった。それで今日は何を作っていくかというと、オムライス、コンソメスープの2つです。何と思ったやろ。私もね、大概何と思っとるっちけど、引っ越してきていろいろ買うじゃん、その残骸、うん、でとりあえずお米を炊きます。どうせ明日の朝昼も食べるので、3合炊きます。お米なくなる、もうすぐ。アマゾンで頼めばよくね。なんか運ぶのマジ無理と思って、お米をアマゾンで買えばいいや。最高。なんかアマゾンでおすすめのお米、まあないとは思うけど、まあ、もしある方がいらっしゃったら教えてください。ちょっとオムライスなので水分を少なめにしておきます。オムライスなのでちょっと分からんけど、この多分無印で買った、いや無印じゃない、これ何、どこで買った、ニトリやん、ニトリで買ったやつ。ちょっとどういう価格で取ったらいいか分からん、どうしようかな。あ、いいんじゃね。じゃとりあえずスープ用のお水を沸かします。スープから作ります。使うもの、シャウエッセン、しめじ、人参、玉ねぎ、じゃがいもです。これ IKEA の包丁、切れ味がちょっと微妙で困っているところ。最初に断っておくんですけど、私別に料理うまくなくて、まあまあ別に美味しいんじゃねぐらいのやつしか作れないので、まあ、誰もその私の料理に本気で興味示してきた人なんていないと思うけれども、そのままでいてください。興味は示さないでいただきたい。料理番組に出てる人たちみたいに、ちょっと包丁で皮むくとかいうの無理なんで、全然ピューラーでむきます。私遠くね、大丈夫カメラから。私、すごいね。私が彼氏に手料理を振る舞う日はいつ来るのだろうかと思っている中だけど、まだまだ来なさそう。でもさ、彼氏が欲しくなる季節は冬じゃん、やっぱり。私の中でのやっぱりなんだけど、人肌恋しくなるじゃないですか、冬って。そうだろ。人参も、人参は半分しか使わないから、じゃあ半分に切って上使います。上の形が好きだから。私友達とさ、毎年マジ来年はうち彼氏作るよ、悪いけど来年は行くよみたいな言って、全然毎年いない。どういうことなんで。ちょっとやばくない。じゃあ撮影中に居眠りしてたやつみたいな顔だったけど、全然居眠りとかしてなくて、ちょっと用があって動画止めてた。もう最悪。これ人参の切り方とか説明いる。これは半分に切り、これ長いな。半分に切ったのをさらにこういう風に半分に切り、それを縦に切る、まあ、短冊切りみたいな。IKEA の包丁すごく滑るというか怖いから、あんまザク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 いけないんだよ。猫の手したら思いっきり滑って逆に手切りそうで、こうやって思ったらなんかめちゃくちゃ切れるんだけど。何、いいな IKEA の包丁、気に入った。この間友達が
あのディッシュダッシュわかんないけど、あの猫を歌っていた。私今更あの猫をちゃんとこの間初めて聞いたんだけど、あれあの歌ってあんまそんな最新っていうかあれだよね、最近の歌ではないよね。最近の歌なのわかんない。でもなんかリリースされた年が2018年とか書いてあった気がするから、そんなあれかもしれないけど、なんかめっちゃねその友達が歌ってるのがすごく良くて、うん、聴いてる毎日。なんか歌詞の意味はちょっとまだ理解してないんだけど、ただあの曲調が好きでずっと聴いてるから、ただなんか好きで。じゃがいもは乱切りで結構大きめに切ります。あのちっちゃくなるっていうか、あの存在がなくなる時があるから、じゃがいもは切ってるとこを見せた方がいいのかな、分からん。でもなんか包丁恐怖症の人とかなんか怖がりそう、この切ってるの見たら。こんなものはもう適当でいいです。適当で大きければ何だっていい。人参硬いから先に入れときます。玉ねぎ切ったら目痛くなるから、メガネすぐ。ここの真ん中の部分抜きいの、外側抜きいの、粗いの。玉ねぎもそんな細くせず、なんかカレーの時ぐらいのサイズで作ります。作ります、切ります。玉ねぎも入れます。なんかこれ生え方意味わかんなすぎて切れないんだけど、どういうことこれ、どう切ったらいいの。だいぶ無駄になるけど。そしたらこのなんか先裂いて入れてね。私はとにかく具沢山のお味噌汁が好きだから、もうええてってぐらい入れます。毎回お味噌汁とかスープとか作る何にしても。ウインナーは2本ね。こんな感じ。そしたらチキンライスを作っていくのだが、チキンライス手作りするの初めて。いつもあの冷凍のチキンライスをぶち込んでいたかな。このカットされてる豚肉買って、豚肉じゃない鶏肉買ってきました。それを一口サイズぐらいに切っていきます。玉ねぎはみじん切り、みじん切りかな、みじん切りにします。めっちゃ目痛い、玉ねぎ痛い。ちょっともうチキンライスはあのシンプルで、そうシンプルでいいから、もう具材は玉ねぎと鶏肉だけでいい。本当は人参とかも入れようと思ったけど、ちょっと目痛すぎて無理。あー痛い、マジで痛い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 。ゆうこんちゃん、目が痛いときはこうすればいいよみたいなのめちゃくちゃ送ってくれそう、いろんな人が。ありがとうございます。先にもうお礼言っておきます。ありがとうございます、皆さん。いつもバターないから、なんかマーガリンみたいなやつを入れます。ケチャップ入れます。塩コショウ、味見します。薄い。お、柔らかい。コンソメの素、ちょっとみりん入れます。熱い。うん、超美味しい。最後卵、いきます。
ってきたヒヨラドゥルエみんな감사합니다정말고마워요항상짱めっちゃ熱それでは一口いただいてみたいと思います。美味しいであるように今日は汗だくになって作ったね。これマジ風呂入って作ってたらブチ切れてたよ僕。この汗のかきをいただきます。自分で作ったら美味しい。でも人様に出そうとは思わないって感じの味。スープスープは近所中に配りたいくらいうまい。あのチキンライスの作り方絶対正しくないんですよ。私はあの想像で作ったので、はい、でもとりあえず頑張って作った。あのゆっくり一人で食べますもん。はい、ご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。